日々チャンネルの松木清です。本日も北川健太郎さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。CRM が日本のインフラにですか、はい、はい。日本経済のインフラに、はい、したいと思ってます。はい。という理念をお持ちの北川さんが、まあ、実際サービスされているうちでのこっちの、実際どういうサービスなのかとか、どういう価値があるかというのをお話を伺いたいと思います。まあ、どういったもの、機能とかサービスなのかっていうのを概要を教えてもらって。私たちは、いわゆるそのカートとか機関システムですね。EC 通販企業さんを必ず使うカートとか機関システムの外付けの CRM ツールというものになっていまして、まあ、CRM というところで、LTV を上げていくとかですね、まあ、有料顧客がファンを増やしていくということに、必要な、私たち役割が大きく3つあると思っています。CRM における顧客分析、まあ、購買データをもとに分析をするんですけど、購買顧客分析ですね。と、あとはそこからボトルネックとか改善点が見えてきますから、CRM 施策という、例えば LINE であったり、メールであったり、DM の自動化であったりとかですね。はい。まあそういうものが、もうシステムなので、もうオートメーションで組めてしまうということと、あとはそれによる効果検証。それで LTV がどう上がったのか、リピート率が、併売率がどう上がったのか、休眠率どう改善したのかみたいなんですね。はい。まあそういうその、分析施策検証っていうのが、まあ三位一体になっているツール。まあ EC に、特化をしているツールであるというような感じですね。顧客のデータの分析かな。というのは具体的になんかどういうものが、数値として測れるようになるんですか、ね、様々な観点であるんですけれども、例えばよく EC の企業さんが使う分析としては、例えば RFM、顧客のステータスをですね、一覧で把握するみたいな RFM であったりとか、あとは顧客の育成状況を把握する、まあ、CPM の分析であったりとかですね、あとは、どの商品とどの商品が併売よくされていて、そのタイミングが何回目で起こっているのかみたいな、まあ、クロスセル分析とか、まあ、我々転換率、併売率分析とかって言うんですけども、はい。まあ、そういうその EC 通販の企業さんがよく見ている KPI が、大体分析のボタン一つでパッと出てくると。はい。いうようなものを取り揃えています。その事業者が、どの数字を重要視しているとかよく見ていますか？そうですね。私たち、今だと大体、650社さんとかですね、活用いただいているんですけれども、まず、リピート通販の企業さんですと、やっぱり LTV ですね。LTV における、あとは継続率、逆に、離脱率、まあ、解約率とかって言いますけれども、それを商品単位で、見ていますと。総合通販、SKU が多い企業さんですと、一つの商品を継続していただくというよりはですね、例えばラインナップで商品の展開をしていきたい、クロスセルをしていきたいということなので、例えばそのクロスセル率であったりとか、はい、どの商品カテゴリーからどの商品に、転換するのか、商品の転換、率であったりとかですね、まあ、そういうところよく見られると思います。この中で北川さんがね、はい。このデータとこの数字見た方がいいとかいうのってなんかあるんですか？やっぱり EC 通販においても、その一つ一つの分析は何かを解決するための手段、はい、だと思うので、目的が例えば、事業の LTV とか、あとは、有力客をどのぐらい増やしたい。はい、例えば、LTV を上げるために F2、F3、F4、だいたいどのぐらいの転換率にしたいか。いうことであれば、それを一覧ないしは線で見た方がやっぱりいいのかな。点で見て、あ、ここが改善したねっていう、その会話で終わってしまうやっぱり方がいらっしゃるので、そうではなくて、その事業構造において、一番上のゴール、KGI ですよね。これに各 KPI がどう関係しているのか、この関連性を、これを線で見る。例えば F2 転換が上がって F3 転換率が下がってたら意味ないわけですよね。なので、これも線で見た方がやっぱりいいということだと思います。まあ、ツールはあると。はい。使いこなせばいいんやけど、使いこなせないとかね、何言ったりで分からないとか、ね、うん、はい、そういう通販事業者の方も多いと思うんですけど、はい、その場合はどういう、サポートとかアドバイスしてるんですか？はい。はい。そうですね。私たち、企業としては総合 CRM カンパニー。はい。いうことで、そのツールのベンダーであるっていうふうには考えてないんですね。はい。そのツールのベンダー、まあ、的な要素、いわゆるツールを提供する、側の、
要素もあるんですが、それを活用してどう課題を解決をして事業成長、事業成功にコミットしていくかというところがありますので、なので私たちはカスタマーサクセスっていうものがあったりします。でカスタマーサクセスの部門で、例えば課題をですね、オンボーディングって言って、その企業さんごとにこういう課題がありますと、なんでこういうふうに解決をしていきましょうというような、はい、もちろんツールの使い方もそうなんですが、それ以上に、はい、その CRM における課題解決、成長支援をしていくということをカスタマーサクセスだったりとか、あとは、松木さんも、連携させていただきますけども、まあ、社内のコンサルティングチームというのがありますので、はい、もっとその、例えば、事業計画から書いてほしいとかですね、はい、PL から書いてほしいとか、もう全部ディレクションしてほしいみたいなケースもあるんですね。はい。なので、そういう、形もご支援させていただいています。今、うちの風知で何年目ですか、今。2013年から、やらせていただいていると。まあ、プロトタイプではその前にもあるんですけれども、はい。なんで、きちんとしたものだと2013年なので、8年ですかね。なるほど。まあ、結構な歴史がある中で、うん、そうですね。8年で、なんか、どういう機能が変わったのかね、うん、求められるものが変わったとか、はい。変化ってどんな感じですか、はい、まずは、それにおいて言うと、CRM 市場自体がどう変化してきているかっていうのがまずはあるんですね。本当にその出始めの7、8年前は、全く見向きもされなくてですね、CRM だってまだ必要ないよねと。なぜかというと、その新規の商品出せば新規のお客さんがついてきて、はい、売上上がるからということで、まあ成長期はそうですよね。はい、ただどんどんそれが、まあ安定期とか成熟期に入ってくるほどに、なかなかそうはいかなくなって、それによって我々もどんどんバージョンアップしてきて、まあニーズがやっぱり増えてきているということなんですが、最初はですね、一番わかりやすい RFM 分析と、あとはメールぐらいだったんですよね。はい。そこから、例えばその CPM だったりとか、定期の、継続率の分析だったりとか、はい。例えば、型にはまらない自由分析って言ってですね、自社が見たい指標をうちのコーチ内で、自由にフォーマット化できるみたいな分析だったりとか、はい。あとは、コミュニケーションチャンネルもですね、メールがやっぱり主でしたけれども、時代の変歴とともに、例えば DM の、自動発送であったりとか、あとは SMS だったりとか、LINE だったりとかですね。はい。まあそういうものが増えてきている。まあそこは時代のニーズとともにというところと、あとは私たちが実現したい姿を追い求める中で、独自でついてきた。よく、まあ私はお客さんからグラフィカルですと言われるんですけども、まあそういうところは、どこかのお客様っていうこともあるんですが、それよりも独自の指標であることもあるので。待って、このメールは、まあ、すごい強いと思うけど、このお客の、まあ、データ何回目に購入した人とかね、どういう条件の人に対して、メールで配信するとは全部そういう仕組み化できてるじゃないですか。はい。それを同じように LINE とかでもできるようになってるんですか？できますね。はい。なので、すべてのチャンネルでできるようになっている感じですね。配信デバイスがメールになるか、LINE になるか、SNS になるか、DM になるかっていうだけ。はい、その場合は、まあ、LINE の、LINE のツールっていうのも別のシステムであったりとかするけど、はい。それと併用するのか、そのことだけでできるのかっていうのはどういうふうに。うちでの小槌だけで、LINE の、配信面を持っていますので、なので LINE の機能も格納しているんですね、うちの小槌が。なので、できるという形になっています。実際、まあ、ユーザーがね、600回もあるってことだけど、はい、LINE ってどれぐらい使ってる印象ですかね？結構な数やっぱりいますね。で、どんどんその LINE の、連携が増えてきているというところと、まあ、健康食品の企業さんってなかなか LINE の使い方が難しいって言われますけども、化粧品であったり、ラインナップ持っていたりとか、あとは総合通販系の企業さんは、まあ、漏れなく LINE を持ってますね。通販事業者の中にね、顧客、まあ、データ分析のアナリスト的な人がいるのか、いらないのか問題っていうのでいくと、どうですか？どうですか？いるに越したことはないですし、いた方がいいとは思います。なぜかというと、自社が実現したいことを、それを見える化したりとか、状況を把握するために、例えば分析とかやると思うので、
はい、それができる方は社内にいた方がいいと思うんですが、現実そうではないという状況があります。どういうふうに分析したらいいかとか、何が重要かっていうのが、はい、クライアント側が意外と分かんない場合もあると思うので、そのあたりはテストサポートをしているということですかね。そうですね。なので分からないことの方が多いんですね。シンプルに売上上げたい、継続率上げたい、ただその中の構造はあまり理解していません、はい、いう状況が多いので、なので紐解いてあげるところの役からになるんですよね。なるほど、はい、ご視聴ありがとうございました。コメント、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。